GEC4400CW a は GE トランスポーテーションシステムが製造した電気式ディーゼル機関車である。出力は4400馬力、交流モーターと一軸一インバータ駆動の6、同軸を持ち、軸配置は CC。1993年から2004年にかけて2598両が製造され、北アメリカの鉄道各社に納入された。 2005年時点でノーフォークサザン鉄道及びカナディアンナショナル鉄道を除いた一級鉄道各社が一両以上の本形式を所有している。2005年1月1日から鉄道車両の排出規制が強化されたため、以後の増備はエボリューションシリーズの ES44AC に移行している。CSX441 前方から見た写真。 アップ6523後方から見た写真。同社製のダッシュ級から 44CW と外観、および搭載機器の大部分は同じであり、異なるのは直流モーターではなく交流モーターを搭載している点である。車体左側の乱暴ド上に6機のインバータを搭載するため、従来その位置にあった運転室のエアコンは運転室下に搭載された。本形式は、 GE 製では初めて自己相談台車をオプションとしてラインナップに加えた。自己相談台車は粘着を増し、レール当面の摩耗を減少させるメリットがあり、CSX トランスポーテーション、カンザス式サザン鉄道、カナディアンパシフィック鉄道、カルティエ鉄道、フェロメックス、フェロスールで採用されている。CSX トランスポーテーションは、牽引力向上のために、 機関車重量を2万ポンド増加させたものを大量に増備した。これらの車両は2006年から2007年にかけて、貢献引力に対応したソフトウェアに更新され、形式名も CW44AC から CW44R に変更されている。2006年8月21日現在、AC4400CW を所有する運営会社及び量数は、下記の通り、 ありがとうございます。